所に着きました。なんだこれ、すんごい速い、いいパスとかいうので速攻通過しましたね。なんだろうね、よくわかんない、日本人だけできんのかな。4ギガ、6ギガ、アンリミテッドコール、日本にもインターナショナル、めっちゃ久しぶりに来たよ。マイソンポイント、なんかこっちの方行った気がするな。マイソンポイント、シドニーがどうやらゆっくりするにはいいかもしれない。暑いわ。これがシドニーのカード、レールとか全てのやつですね。まあどの街でもあるカードです。バスとか全部多分乗れるやつですね、これ。40度から最後、2階建てだ、2階建て、2階建てですね。シドニーは ランチで10ドルか、結構します。中心部だと思われます。多分今からバックパックの宿にとりあえず行きます。なんか街並みが綺麗です。2回目なんですけどね、だいぶ前ですね、学生時代。多分中心部、フェイスバックパッカー、シドニー。決して OK とは言えないけどな。ここが今日の宿です。街の中心だからしょうがないかですよ。窓があるだけいいか、この街。今日は、一日中夜徹夜さんに行くだけなんで、で明日、今日はゆっくりすぐ寝て、明日5時間の運転だ。この通りは山道部屋が多い。モンベルもあるし、山道具屋が多いです、この通りは。もうちょっと時間がある、25分ぐらいに行けばいいのかな。だ、懐かしい徹夜、ここです。徹夜さんの、徹夜のさんのレストランです。徹夜さん、すごく久しぶり、ここですね、徹夜さんです。すっごく久しぶりに来た。いやー、美味しかった、美味しかった、鉄やつですね。あー、美味しかった。